ホセアントニオ・ガルシア・カルボは、スペイン・マドリード出身の元サッカー選手。ポジションは DF。レアル・マドリードの下部組織出身。1996年3月2日の UD、サラマンカ戦でトップチームデビューしたが、この試合では同じく下部組織出身のセンターバックであるフェルナンド・サンスもトップチームデビューを果たしている。1996から97シーズンは6試合に、 出場してリーグ優勝を経験したが、レアルマドリード在籍期間中にはリーグ戦計16試合の出場に終わった。1997年にレアルバリアドリードに移籍した。移籍初年度の1997から98シーズンにはプロ初得点を挙げ4シーズンの間レギュラーを務めた。2001年レアルマドリードのライバルであるアトレティコマドリードに移籍した。 2001から02シーズンには11枚のイエローカードを提示されたが35試合に出場してプリメーラディビシオン昇格を果たした2004年夏には同じポジションのライバルとしてパブロ・イバニエス・ルイス・ペレアが加入したため2004から05シーズンと2005から06シーズンは控えに甘んじたが貴重なバックアッパーであった2006年夏にはセグンダディビシオンの レアル・バラドリードに復帰した。一石初年度にはプリメーラ・ディビシオン昇格を果たし、2007から08シーズンには絶対的なレギュラーとしてトップリーグ残留に貢献した。2007年9月2日のデポルティ・ーボラ・コルーニャ戦で得点を挙げている。再発した足の負傷のために2008から09シーズンを丸々棒に振り、シーズン終了後に現役引退を発表した。 現役引退して、すぐに、レアル・バラドリードのスポーツディレクターに就任した。1998年には、U-21 スペイン代表として UEFA、U-21 欧州選手権に出場して、優勝した。2002年8月21日、フェレンツ・プスカシュ・サカズキのハンガリー戦で、スペイン A 代表デビューした。その後、2002から03シーズン中に2試合に、 出場している、ありがとうございます。